那覇哲也です。大野くん、応援計3周年おめでとうございます。まあ、思えば YouTube のよきごと非公式チャンネルからこの番組とは付き合いがありまして、まあ、それまでちょくちょくずっとは来てるんですけど、まあ、これはこのチャンネルの数少ないいいところでもあるんですけど、非公式でやってるところから方向性が全く変わっていないというところがいいですね。まあ、過去やってたところでは方向性が変わったりしてってところもあるんですけど、ここにはそれがないです、まあとは、まあとは昔前までじゃフルストバ使って、まあ、結構のんびりとできるというか、まあ、のんびりとできるっていうのも、まあ、結構いいところですね。あとは、まあ、あと、まあ、突発的なアクシデント、まあ、急遽撮影中に誰か入ってきたり、僕が急な予定でどっかいなくなるって時にも、まあ、まあ、お笑いをお笑いって考えて笑いの方向に持っていける、そういうスタンスで、あ、こいつちゃんと芸人やってるなって、そこは素直に感心しますね。まあ、あとは、まあ、よく罰ゲーム言ってるんですけど、まあ、自ら罰ゲームを率先して、まあ、例えば金髪でやらなくて鬼色にわざわざ撮影して罰ゲームをやるってあたりか、わずか OHK のソースになるかもね、リーダーシップを発揮しているなと僕はそう思います。まあ、これから、まあ、3周年は今は通過点でしかないので、まあ、ここから4周年、5周年と、まあ10周年先までは YouTube というコンテンツを飛び越えて、まあ、BS 地上波でも、まあ、こういうぶれないわけのわかんないことをやっている番組、こういうスタンスでこれからも続けていってほしいです。では長谷哲也でした。Target, Target, 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 Target,